はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日はね、FOXFOX0さんの、合同クラン対戦にちょっとね、またお邪魔をさせてもらってます。で、生配信もね、やっておりましたんで、まあ、もしかしたら見てくださった方もいらっしゃるかもしれなくってね、その中からいくつかすごいね、レベルの高いアタックを今回は個別に行動化にしていこうと思って本日ねこう取り上げさせてもらっておりますので、ぜひねレベルの高いタッグご覧いただければなというふうに思います。でねまず一発目、今回はタウンホール12同士の20人対戦、まあ、それぞれ20対20の対戦だったんですけども、レベルがねまあすごい高いんですよ。 TH コンプリーダンさんさすがですね。前回の数でここまでもう当然差がついていて、で、まあ、まずは本日私の村をこれ生放送のねもう終わる間際に突撃されて全開された。しかも初見ですからね、これ超レベルが高いこのアタックね、ぜひ見てもらいたいというふうに思います。こちらです。はい、これね、私がまあ対策陣として作った、まあ、そんなに自分でのもなんですが、村作り得意ではないので、この見る人から見たらすごいね硬さ全然ねえじゃねえかよっていう村かもしれないんですけども、これをね、TH コンプリーターのリーダーさんミダコグさんですねに取られました。まあね、取られ方がすごいんですよこれ。ユニットご覧になってもらうと分かるんですが、ホグ46体ね。でミデコグさんこれ2回目もこの攻めでやってましたんで、おそらくねこれを一つまあ持ち攻めにされてるんじゃないのかなっていうふうに思います。で、見てもらうと、ですね、私の配置ってね大雑把にこう四角、まあ、正方形っぽく見えるんですが、よく見るとここは隙間がありますよね。なんでこの隙間をこうなぞっていくと、見てください、これ大きな L 字型になってるんですよ。ここをねミダコグさん見逃さないですよね。でこれでしっかりこう、ホグライダーをね L 字に回すルートにこれを見立てて、攻めていきます。本当にまあ驚きですよね。で、ホグライダーにはしっかりね、トームとあと、ヒーリングを、存分に使っていきます。で、中央今アーチャークイーンのところでは、これスケルトンの呪文を使っていますね。今回スケルトンの呪文が強化されて、スケルトンがこう盾を持つようになりましたよね。そうすることによって一発分攻撃を耐える、このね効果っていうのがことの方がでかいんですよ。でそれによってしっかりアーチャークイーンを完封して、でそのままホグライダーが最終区画までこう回っていくというところですね。でギガテスラには、これエアスイーパーがない状態でねしっかりと、ギガテスラの上に到達してますん でそのままね、ギガテスラを破壊して、さらに中から出てきたホグライダーが主力と合流して、もう見てください、このホグの量、これはねもう生配信してる最中にもう叫んじゃいましたね。もうどうしようもないどうしようもないですよね。こんなホグ残されたらもう時間切れもあったもんじゃないし、何が間違ってもまあ全開取られるという覚悟をしましたね。結局2分強の短時間での全開撃ということでね、もう一回これ見ていってもらいたいというふうに思います。ちょっとね意識してもらいたいのはそれぞれのユニットの役割分担ですよね。さっきも言ったんですけども、私の配置ってこういうふうに大きな L 字に見立てられます。見立てられるので、まずヒーロー部隊で外周ね邪魔なところをカットなるべくしていきます。今回だとこの辺、ここの区画が邪魔ですよね、今のこの大きな L 字を作るには。なんでこのねここの区画っていうのをしっかりババキンとアチャクイでこう処理できるように、こういう風な形でね今初版のヒーローパートを進めていってますね。で注目すべきはもう一つ、ここアーチャークイーンの処理ですね。ここに関してはもうスケートの呪文をきっちり今回持っていってますんでね、これを使って処理していきますね。なのでクイーンが真ん中にいても大丈夫と。この攻め方ね、私の村は今みたいに大きな L 字をねこう、壁のくくりでこうできるんですけども、まあ、最近その対策陣なんかね、よくレベルの高い陣なんか見てみるといびつな格好をしていたりしますよね割と。でそういういびつな格好をした配置に対してはヒーローパートで壁の外側を削ることによってね意外にこう L 字が作れちゃったりなんていうケースが多分あるんじゃないのかなと思うんですね。でまさに今の環境、現環境における、全開対策配置っていうのを、壊すのにね、まあ、一つすごい
理にかなった攻め方かなというふうに思ったんで、今回これはねもう動画に、まあ、私の村を全開されたっていう、なんていうのか個人的な思いも込めてですけども動画にねさせてもらいました。割とね奇策っぽく見えるんですけども、使う場面をしっかり、見極めれば結構強い攻め方だというふうに思いますね。確か他の YouTuber の方が過去にこういう攻め方ね動画でもされてたような記憶はあるんですけども、まあねいうところでこのまま一気に全開というところでございました。いやー参りました。さすがですねミダコグさん。まあ、ちょっと小話ですけども、生配信してる最中にね、始まってすぐちょっとこう入ってきてくれて、ご挨拶チャットでこうしてくれたんですよね。で、それから、1時間ぐらい全く音沙汰がなかったんで、どうしたのかなと思っていたら、まあ、私の配信をずっとこう多分、プランニングされていたんだろうな、というところでね、まあ、見事に撮られました。ナイスアタックですね。本当にうまかったです。で、ちょっとこれはもう一個、同じミダコグさんが攻めた攻めなんですけども、山賀翔さん、攻められたアタック見てほしいと思います。同じようにホグを46体持っていってるんですが、これは全開ではありません。で、なぜかっていうところにね、ちょっと今回注目して見てもらいたいと思います。で、攻め方としては、まず序盤、ヒーローパートで、外周を削ってからホグを出していくという順番は、変わらないんですけども、今回の山賀町さんの村をおそらくミダコグさんはこういう風な L 字に見立ててますね。こういう L 字に、わかりますかね。これをちょっと意識してこの後のねアタックっていうのを見ていってもらいたいと思うんですけども、映しておきましょうかね。これ一応こんな形です。で、やっぱり邪魔になってくる今ウィズ島とか大砲とかをねアーチャークイーンがこう削ってってますよね。さらにバーバリアンキングは外周の大砲とかをこう自力でね殴って削っているということで、見てもらって分かる通り L 字が、大きな L 字がこうやっぱ出来上がりましたよね。でここにホグライダーを突撃させていきます。で、このまま行くんですが、まあ、結果的にはね全開にならないんですよね。ちょっとまあ喋るのもなんなんで少し黙って見ていきましょうか。あとトームとヒーリングですね。で、まあ、1個うまいのはそうさっき言わせてたんですけども、スケルトンにねトームかけてるんですよね。これがうまいんですよ。それによってアーチャークイーンがスケルトンをなかなか処理できない間に、どんどんね、スケルトンに、アーチャークイーン削られて、倒せると、まあ、いう格好ですよね。どうでしょうかね。最終区画までは届くんですけども、やっぱりホグが思うように散らばっまとまってくれないですよね。多少散らばってるのが分かりますかね。相手のアーチャークイーンを処理し損ねたっていうところもあると思うんですけども、結果的にはこれで、全部ね、倒されて全開ならずと、まあ、いうところでしたね。アーチャークイーンが残ったにしても、私の村を攻めた時と比べて、あの時は圧倒的にねあのホグ残ってましたから、なんでね山課長さんの村全開しきれなかったんだろうなっていうところを、まあ私なりに考察ちょっとねしていきたいと思います。もう一回ね村を見たいんですけども、山さんの村ですね、よいしょ、さっき言ったように L 字を作っていくんですよね。こういう大きな L 字を作っていくんですけども、だいぶねこの L 字が私の時と比べてでかいんですよね。わかりますかね。だいぶ広いんですよ。なんでここまで広いとさすがにホグライダーも特にこの辺りにおいてばらけちゃうっていうのが、まず今回ね一つ、大きな私の村との違いだったかなって、まあ、いうふうに思います。で、そのばらけた結果サージカルでホグを入れていくんですけども、ホグライダーの密集をちょっと作りにくくってね、で、かっこ撃破されて、最終的には全開まで届かなかったのかなというところですね。多分ね、これが一番大きな、私の村を攻めた時との違いかなというふうに思います。このね、幅、ここですよね、ここの幅。ここの幅と、まあ、この辺の幅。この辺の幅がやっぱでかいっていうのがね、かなり、今回のこの攻め方には影響したんじゃないかなっていうふうに思いますね。ちょっともう一回そのあたりを、注目しながら、攻めを見てもらいたいというふうに思いますので、どうぞお願いいたします。まあ、最初のところはね、アイスゴールでしっかり対応を取ってから、バーバリアンキングを入れていくと。
で、まあ、相手の馬場金がね、ここ、割と外周側にこういたことによって自軍の馬場金で処理できてしまうっていうところも大きいですよね。当然ながら馬場金も、ホグライダーを回す上では天敵ですんでね、早めにこう、ヒーローパートで処理ができれば、まあ、私の時もそうでしたけども、それに越したことはね、本当ないので、そういう配置を狙っているっていうのも一つ、ミラコクさんの、まあ、村選びの時のポイントかもしれませんね。で、予定通りしっかりここは、30方面のウィズ島と、大砲、迫撃砲等々を壊していってホグのルートを作っていきますね。で、そろそろホグライダーがそう登場します。ホグを一斉に4時方面から出していって、時計回りに、L 字を回していくというイメージですね。最初ヒーリングを使っていってます。で、ちょっとね、ホグライダーのルートを見ながらちょっと聞いてもらいたいんですけども、まず援軍処理、これポイズンでやってますよね。でさらにフリーズをかけている。でポイズンプラスフリーズで怖い怖いベビドラをしっかり処理していくんですよね。これ重要です。で、もしねこの援軍がラバじゃなくってドラゴン2体とかそういう、まあ、あとはバルキーとかかなだった場合はだいぶ打撃を受けてしまいがちなんですけども、でもねポイズンプラスフリーズしっかり処理できるっていうのが分かっているとホグを回す上でも冷静にそこ対応できますよね。であと今ギガテスラボマーを出しましたけども、ボマー全くねギガテスラにはバックハードのダメージを入れてなかったですが、中に入っているホグライダー8体だけでギガテスラ潰していきましたね。これもね知っていると結構特にまあリーグ戦だったり対戦の初見において星2を確実に取りながらこう全開取っていくっていうアタックにこの攻めをつなげられるんでね、そこも三鷹奥さん の, この攻めからすごく学ぶべきね大きなポイントじゃないかなっていうふうに思います。まあ、というところでね本当に得るものが多いその三鷹奥さんのアタック2本本日はねもう送らさせていただきました。まあレベルがすごいね高いアタックだったんで、特にね単砲12の方もそうですけども、11や10の方もこの考え方は同じようにスケルトンとかね、ポイズンやフリーズ使っていけば、真似ができますんでね、ぜひぜひ参考にしてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というところでね本日は、失礼したいというふうに思いますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひねカンクラにも遊びに来てもらえたらなというふうに思います。はい、というところで本日は失礼いたします。バイバイ。